どうもこんにちは温泉チャンピオンの軍司ですよろしくお願いいたします、えー、次はですね宿の風情またはですね宿からの景観が美しいとかですね絶景の露天風呂があるとかそういうような意味でですね風情の良い温泉ベスト10を紹介いたしますまず第一発目ですね 北海道はニセコにありますニセコの標高ですね結構高いもう1 0 0 0ーぐらいのところにあるニセコ五色温泉ですねここはあの剥奪したお湯とですね露天風呂から見る山々がですね美しくてですね宿の風情が良いという,いう意味で自然景観が美しいということで挙げさせていただきました。 こちら白濁したおいでですね。これ、あの、泉質から言いますと。え。え、岩井洋、清久美泉っいうですね。苦味泉って書いて、久美泉ですけど、非常に、あの、珍しい泉質になっております。え、次。え、勝浦温泉ですね。これは、あの。南紀勝浦の方ですね。 えー、紀州のです、ね、南紀勝浦温泉に、えー、ホテル浦島という大きな巨大ホテルがありましてその中にですね「棒木洞」と言われまして洞窟の中の温泉になっているという温泉がありまして非常に広い千人風呂なんです、ね、ところがですねもうここは湯量が豊富で、えー、壁や床からどんどんお湯が出てまして、えー、このお湯は全然あの循環することなく、えー、かけ流しされております。 素晴らしくてです、ね、昔の殿様が帰るのを忘れてしまったというので某木堂といこちらがですねもう一つありまして玄武道といいましてやっぱりあの洞窟なんですね昔あの海食洞窟っいうんですかね海の,あの波で作られた洞窟のところに温泉が湧いている。 そこをせき止めて温泉にしてて、こちらのボ源武堂の方はですね、白濁した硫黄泉ですね。先ほどの、えー、防気道の方、こちらは緑色の、えー、硫黄泉で、えー、こちらの玄武堂の方は白濁した硫黄泉という、えー。ここは温泉のデパートみたいなもんで、えー、そこら中のあの源泉がですね、違ってですね、六、え、箇、ー、所。えー 館内にいろいろなろに浴室がありますがそれぞれ分析用が違ってですね非常に楽しい温泉です非常にあの海の景観も美しくてですねなんとあのここに行くにはですね船でないといけない勝浦の港からホテル浦島行きの船に乗ってアプローチするという非常にあの旅情を感じる温泉地でございます え次がですね、妙、え、見、ー、温泉。えー、こちらはですね、妙見一原湯という温泉なんですが、後ろの壁から出てる、えー、これ、これ、このこれが源泉ですね。すごい量ですね。壁からこの分厚分厚いあの大量の源泉がかけながらされてまして、非常に新鮮なお湯でした。 それとですね、ここはあの景観美しいということに言えたのはですね、えー、前が渓流なんですね。えー、その渓流が非常にあの清澄として,てですね、えー、きれいだということで名を兼温泉上げさせていただきました。四番目国見温泉。えー、ここはですね、えー、標高の高い山の中腹にありまして、こ,こから見ると雲海の上に。えー 温泉ががあってです、ね、非常に景観が美しいそれとですね泉質が良いということでもですね、えー、言えまして、えー、このお湯の色を見てくださいこれはバスクリーンを入れているわけではありませんもともとですねこの緑色透明という非常に美しい、えー、色の温泉でですね、えー、これだけ緑色になるのはここと月岡温泉、えー、先ほども、えー、紹介し,しました、えー 湯本温泉とかですねあと月岡温泉ここの国見温泉あとですね志賀高原にある熊野湯温泉なんかですねもありますがこの緑色の硫黄泉非常に硫黄が強いです。ここは第位位かかなそののらいいに入ってる日本中で 最も濃い温泉の一つです。えー、次、えー、こちら角ま温泉ですね、えー。これはですね、あの長野県の、えー、渋湯田中温泉郷の近くにある角ま温泉です。えー、同じ、えー、長野県にもですね、他に角ま温泉とありますが、こちらは渋湯田中の近くの角ま温泉ですね。えー、この辺のあの宿の作りを見てください。この 桁っていうか、で、ゲ下駄作りっていうんですかね。えー、屋根の上に、あの化粧の。ずっとこの辺の。こう。桁が出てまして。えー、それと、屋根の方には、ええー、こう垂木がずっと、こう出てまして、えー。非常に美しいですね。で、こ、こちらに見える、これが共同油なんですね。 これ小さいですけどこれでもう大湯というんですね京都郷土湯なんで、えー、共同湯が目の前にある、えー、角間温泉非常にいい風情ですね、えー、これはここはあの宿の造りということで、えー、風情のある温泉にあげ,げさせていただきました、えー、今の大湯の中です、えー、単に四角い御影、えー、石の浴槽があるだけですね えー、白いタイル張りで非常にあの美しいきれいな、えー、郷土湯です。こちらがですねちょっとあの人というかあんまり聞き慣れないんですが、えー、有名なニュートン温泉の近くにあるんですね。 えー、その手前にあって一軒宿の桃城という、えー、宿の、えー、温泉地を、えー、駒形温泉と名乗ってまして、えー、こちらの露天風呂はですね非常にこの野趣に飛んでるというか野、えー、湯のようにですね昔からそこにあの川があったようなような、えー、作り込みをしてまして。 えー、非常にあのい,い,いい風情を持って今回挙げさせていただきましたまさにあの自然のなんか作ったんじゃないような自然の川のような露天風呂で、えー、素晴らしいですで泉質はですね白濁したい,い温泉ですね、えー、食塩も含んでおります、えー、素晴らしい温泉です駒ヶ岳温泉次、えー、三朝温泉 えー、ここはもう何といってもこの宿の造りですね、えー、大橋という宿なんですがここはあのー、国して、えー、有形文化祭になっております、えー、まさにもう御殿のような昔流れの造りで、えー、立派な、えー、外観です。それとこのこ,このです、ね、浴室がですね、えー、なんと足元自分の浴槽が3つ並んでるという。 素晴らしい浴槽でですね私もいろんなところで紹介してるんですがここの浴槽を上回るところはなかなかないですねもともとの瓦の深さまで掘り込んでる体育館のような広い空間の中にですね3つの浴槽が足元からお湯が受粉している。そそれででのの石石がですねまた三陰石の 黄色い未加熱石というか大理石のような石で非常にあの美しい浴槽です。えー、三沢温泉これは別別の宿なんですがキ屋旅館といいまして、えー、ここの作りもですね非常に凝ってまして、えー、天井の作りなんか、えー、アジロ天井と、えー、格子天井と、えー、で作ってまして、えー、ちょうどこの今度 壁のふすまが丸く、えー、なっているという、えー、非常に凝った造りの、えー、宿ここにもですね、えー、地下に、えー、足元輸出の源泉がありまして、えー、三朝温泉はあのー、地温、えー、土地の、あのー、温度がですね高いのでどこが掘っても温泉に出てしまうという足元輸出の温泉がたくさんあります。 素晴らしい温泉地です8番小谷温泉、えー、これはまあ風情がいいというよりもですね別に変哲もない浴槽に見えるんですが非常にこのツルツルしているこれ長野県のですね白馬の奥の方にある小谷温泉というんですがここの熱泉槽というところはですね非常にお湯がですねぬるぬるつるつるしているんですね。 入るとですね、えー、あの石鹸が、あの取,取れなかった、と、なかなか取れないような。感覚に陥るほどですね、つるつるぬるぬるしている、えー、素晴らしい泉質の温泉です。えー、次、えー。こちらはですね、湯の倉温泉。この渓流沿いにあった露天風呂。えー、すごいワイルドですね。まさに横の滝と、えー、温泉とか、ね、え、一体化しているんですが、えー、この前の、あのー。 地震でですね、えー、ちょっとあのこちらですね水没してしまいまして土砂崩れがあってここのところは廃、えー、用されてしまいました残念ながら、えー、ちょっとこちらは、えー、それ以前の写真になります、えー、次に最後10番目新あっ温泉なんですがこちらはですね強食温泉ですね で非常にあの積屑物がついてですね、床がコテコテになって鱗のようになるんですが、ここはあのそれを見せないでですね、上にあの板を敷き並べて綺麗にな、ね、床にしております。でも浴槽の周囲は結構積屑物がついてますね。ここはあの炭酸も含んだ強色塩泉で飲むともうすごいしょっぱいんですが。 えー、以前はあの関節線でピョとこう吹き上がってたそうで、えー、現在はあのもう関節線はなくなっちゃったんですが、えー、非常にあの鮮質のいい、えー、濃厚な鮮質ということで上、えー、げさせていただきました、えー、以上がですね、えー、宿の風情がいい、えー、浴槽の風情がいい温泉ベスト店でございます、えー、どうもありがとうございました以上でございます。